社会人サークル開催しているおしゃれグルメ会の石井ですえー、今日はね、えー、こんな <laughs> 夏のような天気朝からなるかと思いましたけども、えー、今朝は、えー、まだ曇り空ですでも今日はこれから午後にあお昼に向かって真夏のような暑さになるそうですので皆さんの熱中症には気をつけてこう必ず帽子をかぶってね、えー、外出しましょう、えー、ということで ちょっと忘れてましたけども今年は、えー、オリンピックはブラジルであったんですねちょっと私としてはうっかりしてましたけども、えー、以前あのサッカーのワールドカップで、えー、ブラジル大会があった時にジャーン、えー、ブラジル料理を、えー、開催したことがありましたこれは三軒茶屋と渋谷にあったんですけども、まあ、グルメ界としては三軒茶屋の方でちょっとグルメ界のメンバーがいたんで開催しました えー、渋谷にもあるので、まあ、今年は渋谷でやってもいいかなと思います、えー、シュラスコ料理食べ放題すごーい美味しかったですまたあの <coughs> 焼肉とは違ったもっと深みのある肉の美味しさでした、えー、肉食系の40代50代のあなた是非、えー、今年のね、えー、オリンピックに合わせてブラ,ジルりょブラジル料理を食べに行ってもいいかなと今。 ふっと思いましたけどいかがでしょうか、えー、ぜひねあの肉食系の方はおしゃれグルメ会にアクセスしてえブラジル料理のシラスコ食べたいと、えー、メールしていただければ、えー、8月か9月やりたいなと思いますぜひあなたの貴重な一歩お待ちしておりますおしゃれグルメ会の石井でした